はい、レオンチャンネルです。ガシャポン妖怪メタルゼロボリューム1のコンプリートセットのうち、まずは半分の8個を開封しました。意外とパック版の妖怪が入ってなくて、ガシャポンオリジナルが多かったですね。ということで今回は残りの8個一気に開封します。技系からいきましょう。9枚目、おー、三つ股のづち Z の必殺技で、ベースはブルーラーメンになってます。ここに0があると Z 系の技メダルで、それ以外で見分け方はないんですよね。ベースのカラーは全く一緒です。それでは10個目、はい、せーの、ドン。おー、自画爺さん、わしがすごいんじゃ。あっぱれ自画爺さんの舞。それと今気づいたのは、 Z 系は妖怪ウォッチ2的なこの技エフェクトがメダルに書いてありますね。そう思うと見分けはつきやすいですかね。では11個目、よっと、はい、せーの、ドン。おー、カッパー。ブックレットのカッパーはここで出ました。技名はカッパッパーですね。これもクリアダメです。12個目、ピンクのカプセル、せーの、ドン。おー、おこむしゃ。これは持ってないですね。メダルケースと共通のガチャ限定です。では13個目、よっと、せーの、ドン。あー、砂を。これはメダルケース01で出ましたね。ガチャ限定のノーマル。はい、14個目、よっ、せーの、ドン。おー、美脚。もう持ってますね。メダルケースと共通。では残り2つ、15個目、ブリー隊長があったので、多分満を持しもあると思うんですけど、どうなんでしょうか。せーの、ドン。お、迷い車。これもガチ限定のメダルケースと共通です。そう思うとこっちに入ってるやつは一通りあるっぽいですね。ってことは最後は満を持しでしょうか。16個目、満を持しは持ってませんから欲しい。いきます、せーの、ドン。おー、やったー。予想通り満を持し。これはパック版と共通のホロメダルで、まだ持ってないですね。後半の8枚は、技メダルのカッパー、自画爺さん、三つ股のづち、迷い車、美脚、おこむしゃ、砂を、満を持しでした。そのうち、美脚と迷い車、砂を、この3枚は持ってますから、それ以外の5枚が新しく手に入りました。改めて今回の全16種類を見ると、草食い男、自画爺さん、花子さん、三つ股のづち、おともらし、九段、美脚、カッパ、おこむしゃ、ぬえ、つられ太郎丸、ブリー隊長、砂尾、万王獅子、迷い車、メラメライオンでした。で、純粋にボリューム1限定は、メラメライオンと技系の5枚ですね。それ以外はメダルケース01と共通でした。では5体一気に紹介します。俺の友達、出てこい、満を持し。妖怪メダル、セットオン。おっと、召喚の構え。じゃじゃじゃん。じゃ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 。じゃじゃじゃ。勇ましい召喚であります。満を持し。満を持し。おこむしゃ。三つ股のづち。おっと、召喚の構え。うすらかり召喚であります。三つ股のづち、キュルルン。三つ股のづち。自画爺さん。カッパ。おっと、召喚の構え。ブリキー、召喚であります。カッパ、カッパ。はい、ということで妖怪メダルゼロボリューム1のコンプセットを紹介しました。メダルケース01との共通メダルが多かったんですけど、古典妖怪の技メダルはかっこいいですし、パック版でまだ持ってないこの2枚が手に入ったのはすごい嬉しいです。以上、ガチャポン妖怪ウォッチ妖怪メダルゼロボリューム1コンプセットの紹介でした。
前。